メトロは、インドネシアのスマトラ島のランプン州の都市。面積は68.74平方キロメートルで、人口は152,428人。メトロは、ジャワ語で、友を表す、ミトロから来ている。移住者が共に働けるようこの名が選ばれた。メトロに到着した移住者1936年以前、トゥリムージョは、グヌングスギーの、オンデークの一部だった。 孤立した場所で、先住のランプに人の影響は少なかった。1936年初頭、オランダ領東インド政府が、ジャワジニー移住者をこの地に送り込んだ。最初の集団は1936年4月4日に到着した。1937年6月9日、ナガトリムージョからメトロに改められた。同年、メトロは、オンデークとして分離し、ラゲンマス,スダートが、 最初の区長になった。この頃オランダ植民地政府は道路や病院、警察署を建てた。1941年までにモスクや郵便局、大きな市場、旅館が建てられた。電気と電話も通った。発展に伴い天然の考え能力が追いつかなくなった。作物を健康に育てるためにオランダワインスワムを考え技師として雇った。スワムは堤防を作り、 幅30メートル深さ10メートルの運が終わセカンプン川からメトロに通した。移住者が交代で工事を行った。1937年に始まった工事は1941年に完成した。1942年に日本がインドネシアを侵略すると、オランダ人職員はすべて避難するか逮捕された。移民問題は移民係の下で対処され、70人のジャワ人。 移住者が滑走路や強盗の戦略施設を作るのに刺激され抵抗した者は射殺された。日本軍が収穫物を奪ったため市民は栄養失調になった。病気が激しく流行し多くの死者が出た。インドネシア独立戦争でオランダはメトロを再占領しようとした。オランダ兵が 初めて到着した時、メトロへの橋が、ブーシャー将尉率いる26名のインドネシア国軍に破壊されていたため、メトロに入れず、撤退するしかなかった。しかし、翌日大軍で戻ってきたオランダ兵は、テビネ,ネンから攻撃し、メトロに侵入し、インドネシア兵を3人殺害した。オランダ兵は死に入った後、ラデンスダート将尉率いる41名の兵士に、包囲された。 スダートの兵をメトロから排除した後、オランダ兵はパレンバンに向かった。インドネシア兵のゲリラ攻撃にもかかわらず、オランダは1949年にメトロを再占領したが、同年降伏した。戦後、メトロは発展し続けた。1956年には法改正によって、市政府による土地所有が進んだ。1976年、 メトロは新設された中央ランプン県の県都と,となった。中央広場の噴水1985年初頭、市政府は経済刺激策を始めた。小売チェーンが導入され、映画館とスタジアムが建てられ、中央広場は公園として整備され、センドラワシ市場が改装された。1986年8月14日、メトロは行政市になった。 式典は1987年9月6日に行われた。1999年4月27日、メトロは自治市になった。中央ランプン県の県とは、グヌンスギーに移った。メトロ自治市最初の市長はモゼス・ヘイマンで、副市長はルクマン・ハキムだった。ルクマン・ハキムは現在メトロ市長を務めている。メトロ市の面積は68.74平方キロメートルで、 建設面積はそのうち24.57%の16.88平方キロメートルである。メトロ市はオランダの都市計画によって作られた。メトロ市公園周辺が経済、政治の中心である。5本の修道と国道がメトロ市を通っている。北部は住居地区、西部は商業地区、南部は農業地区。 東部と南部の一部に教育と他の公共施設がある。メトロ市は比較的平坦で、標高は30メートルから60メートルである。移住当時はこの地域は深い森に覆われており、今でも市周辺部に森が残っている。メトロ市が自治市になった時にメトロラヤとメトロバントゥルの2区が設置されたが、現在では5区まで増えている。メトロ市の気候は、 湿気の多い熱帯気候である。平均気温は摂氏26度摂氏28度で、平均湿度は80から88%で、平均降水量は年間2264ミ、mm、リメートルから2868ミ、mm、リメートルである。寒気は9月から5月まで続く。2002年、メトロ市には3360億ルピアの予算があった。 サービス産業が最も大きく、市の歳入の22.94%を占める。次に小売が大きく19.77%を占める。2004年には13の市場と1881の店、682の食料小売店、たくさんの露店商がいた。3番目は農業で17.31%を占める。 市の境界周辺には3342ヘクタールの水田があり、約1.7万トン収穫できる。マンディリ銀行やランプン銀行、ダナモン銀行、エカ銀行、中央アジア銀行、インドネシアラキャプト銀行、インドネシア国際銀行、インドネシアネガラ銀行等多くの銀行がメトロに支店を持つ。メトロにはアフマドヤニ総合病院、マーディワルヨ病院、 メトロイスラム病院の3つの病院がある。2003年には382人の開業医、13人の専門家、30人の総合開業医、36人の助産婦、121人の看護師、8人の司会がいた。また、19の薬局と8の薬屋があった。メトロには多くの公立、私立の学校がある。63の小学校、 25の中学校、2の障害者用中学校、16の高校、15の技術高校がある。第3期の教育も10校で行われている。ありがとうございます。